ソシエタ・スポルティバ・フォルゴーレ・ファルチャーノ・カルチョはサンマリノ・セラバッテのファルチャーノをホームタウンとするサッカークラブ。ファルチャーノは1972年に創設された。2000年、サンマリノのサッカークラブとして初めて欧州カップ戦に出場した。予選ラウンドでバーゼルと対戦し、アレッサンド・ロザノッティがホームの試合で初ゴールを記録した。 2007年12月25日、クリスマスの日に偉大な会長だったフランチェスコ・マリア・プロスペリーニが亡くなった。フランツの愛称で呼ばれた元会長は、70年代にサッカー選手としてファルチャーノに入り、90年代半ばに会長に就任した。クラブは彼と共に3回のカンピオナートサンマリネゼ優勝、2回のトロフェオ・フェデラーレ優勝を果たし、 UEFA カップに出場した。2015年、コッパ・ティターの決勝で、村谷5から0で勝利し、初優勝を果たした。また、カンピオナーとサンマリネーゼでも15シーズンぶり通算4回目の優勝を果たし、サンマリのダブルを達成した。出展、ありがとうございます。